ガサついてるねんけど戻ってきましたあ今ちなみにトラウチナ見てる今日のオンライン特典会から声を久しぶりに復活させておりますでもねはーっていう声が出へん高い声が出ないで状態でまあでも油断せずに 極力控えめに喋っていきたいと思いますこんばんはショアルームのあのさ、あれを貼るわロレアって話 ね、あと。はい。こんばんは。今日はオンライン特典会でした。えっと抽選会の。えー。特典が。 色紙と缶バッジとあとチェキとんか今回からサインを変えようと思って頑張ってみてんけどあのもう変える前からこのサインを提出しちゃってたからちょっとあのこの時に、ね。 サイン会の方では変えようと思ったけどやめちゃった。でもこんな感じになっています。お名前書いたよねけど、顔見えないじゃん。ちょっとお名前を隠して。今回はこんな感じです。お写真。ちょっとサインはこんこれ以降今後変えようと思っています。ちょっと新規一点の一つとして変えるので。 今回これです可愛いよね衣装今回実はちょっとポニーテールしてるねんけどあのリボンが白くて見えへんねんけど入、はい、っちゃっておかしちゃってポニーテールリボンなんですよそうめっちゃスケスケ衣装そうこのサインは今回がラストですだからレアレアポニーテールだし ありがとうございました申し込んでくれたみんな嬉しいことに全部完売してみたいでありがとうございますそう帰る前のラストサインですなんかさこんなにさアイドルやっててサインを書くと思わんかったからさまあこのオンライン特典会まあ昔やったら なんか私物サイン会とか AKB の握手会であったけどここ最近なかったからこうグッとみんなのさ手元に多分いっぱいあるからまあちょっと変えたいなっていうのもその部分であってサインは2回目かな1回目変えてそれが今2回目で3回目ですねでももう多分もう3度目の正直なんでこれで。 買えないとは思います買えないとは思うと買えないこのサインも見納めになりますまぴょんちゃんのうさぎのねサインがあってまぴょんちゃんのこともいろいろあってなのでちょっと新規一点で買いたいなと思って買えたのでこれからも新しいサインも受け止めてください いや手が高いなんてやると思わなかったよしかもまだついてるし <laughs> 手が高い苦手ちょっとオンライン特典会はなかなかねみんなが周りにいてさ声がかぶらへんようにとかすごい毎回やるの難しいねんけどでもみんなの手元に世界に一枚だけのものが届くと思うのでお楽しみに待っててください新しいサインでも いやそうなんだよね。めっちゃ変える。まあ、10年やってますしね。まあ、帰えるなよって話やねんけど。まあ、アイドルやってるとね、いろんなところでサイン書く機会もあるので、それも応援してって、みんなに楽しんでもらえたらなと思うので、ぜひ新しいサインも受け取ってください。受け止めてください。今もう考えてはいて、とか、一緒に考えてもらった人がいて、またどこかで言うね。 分かる手形買いってさ、いや、地下の課題手形買いなんだよね。まあ、完売したとはいえど、まあ、見ててね。<laughs> 手形買いを注文してくれてる人が少なくて、まあ、もちろんさ、なかなか飾る場所も取るし、なかなかシュールなものじゃん。ただ、こう、新年の目標としてさ、目に見える結果って、 上げている以上は。一緒に。頑張ってほしいなって。思うのが本音です。でもサイン会抽選会はね。たくさん。こう応募してくれてる。人数。いたので。まあ手堅いが課題ですね。手堅いも欲しいなってもっと持ってもらうように。あのー。まあ近くマニアの人数増やせるように頑張ります。 わかるその分「トーク会に行くね」って言ってくれてる人のその気持ちもわかるし私も言っちゃうしねどちらかというとトーク会に来てほしいって言うけどでもやっぱいろんなところで結果としても残していきたいなと思うのででもあの「完売っていう結果は変わりはないのでありがとうございますいっぱい。 応募しててくれてそれはすごく嬉しいのでありがとう私のわがままを聞いてくれてわかる手が書いて確か流れ作業っぽいよねもうん、ポンポンポン,ポンだしさかといってそこになんかメッセージが書かれるわけでもないからてかさっき生チョコアイス食べたから生チョコついてる <laughs> いいか見えないから。 っていう部分をみんなにしててほしいなって思ってわかるなんか手形買いに変わるものないかなみたいな今日バブちゃんと話しとってなだって手形買いさメンバーの手洗う時間とかも考えてさスタッフさんの労力とかも考えてさ手形買いに変わるもっと何かあるんじゃないかって思ったんだよねただそれを思いつくのが難しいんだよね何事もねわかるみんなの考えもわかる ただ言ったけどこう結果として残したいっていうのがあるのでいやわかる普通にさ話したのちょうど話したの「オンライントーク会でいいよね」ってその分「いやめっちゃいいやんそれ」ってなったんだよねキスマークはしません <laughs> キスマーク行かないから全国ツアーでやったくないその T シャツで。 わかるなんかさ現地でトーク会握手会オンライントーク会もさなんか日程に出ていらいいのになとは思うまあそれはさ言う、まあ、いよ,いよ楽しいんだけどね言うねオンライン私もやりたいもんオンライントーク会楽しかったもんみんながお家からとかさなんかすごい景色が綺麗なところとかからさ わわざわざ外行ってね海とか地下に見せたいって言ってやってくれたりとかすごい嬉しかったしああめっちゃ癒されたしねお家のさあの松本近く格推しグッズゾーンとかさ見せてくれるんだよすごい楽しかったあれねだから同じとこ今回悔しくない選抜だけっていうのがまあそれが選抜のっていうのもある特別感はあるとは思うけどなんかあれをみんなやったらいいのになとは思った そそれこそ海外の人ともさ会話できたりするわけやし九州から北海道までとかいろんなところからできるからさ。っていうのも踏まえてやっぱりなんかその選抜への思いがより強くもなるよね。だから会える時にいっぱいその分いっぱい会おうぜみんな。3時も申し込んでくれてありがとう。 本当に嬉しいなんかさその期間をだけ頑張るんじゃなくて日々コツコツみんなと一日一日頑張ってきてると思ってるしずっとだからやっぱ特会の期間ってさ、まあ、メンバーもファンの人も含め お申し込み期間ね嬉しい時間でもあるけどその申し込めるワクワク感ねもあるけどなんか変わってきたなって思って私的にねただまあ3時でねあのなんか外れたっていうコメントもあったのですごい嬉しかったありがとね私何回でもみんなとお話したいもん こんなにあるよってか言ってさ初め来てくれた人がさ最後の方「えもうこんだけしかないんだけど」って言ってて <laughs> マジで時間足りないよ <laughs>。そうだよだからコツコツ私は日々みんなとここずっとねそれこそ毎日もできなかったし配信もさできてるのみんなのおかげだしだからその期間頑張るだけっていうのはしない。 ししてないしねそれは私も私推しのみんなもね早く会いたいよねね舞台の感想も教えてね聞かせて青誕ー,ーもねこの前の,あのみかんのイベントの時も来てくれてたり嬉しいタ誕祭じゃなくても青誕ー,ー来てくれるの嬉しい。 ありがとうね本当にこれだよこの色紙のこれだよえ抽選会チ間めっちゃ好きやねんけどちなみに楽しいよあれこうやって <laughs> 見てこの「ずっと大好き」は10周年ライブからもらってきた言葉でちょっとここは変えてみた前回英語にしたりとかひ、まあ、一言は変えてみたりしてます実は。 なんかでも個人的に A 賞ポスターより C のこのさ E 賞 ABCDD D か D 賞の色紙の方が A 賞っぽくないみたいな話しててんけどだってポスターマジででかいよ飾るところあるってぐらいでかいから職場とかね飾れたら飾ってくださいちなみに私今回右上にいるあ貼ってくれるんだ <laughs> ありがとうねじゃあまだ仕事で見えてない人はアーカイ部で 自分のタイミング見,せ見つけてくださいちょっとあの手形会の時にバブちゃんとめっちゃタイミングがね重なっちゃっててバブちゃんファンのみんなも近子マニアのみんなもごめんねちょっとかぶちゃってたかも難しいねあチェキも嬉しいんだい嬉しいチェ,チェキね前回ちょっと一言書く時間なかったけど今日は書けたので含め楽しみにしてください 改めてオンライン特典会ありがとうございましたでは今日はお待たせしましたえっと映画メシ投稿がちょっと今週も遅れてしまいました 前回のあのオリエント急行殺人事件はちょっと明日以降でちょっと喉がもたなさそうなので解説しますね今週はちょっと遅れちゃったけどこちらの映画ですめっちゃおすすめあの個人的にまあ、映画館で見たかってんけど時間がなくて見に,見に行けずでずっと気になってて最近アマプラで公開されたのでやっと見れて時間ある時にめちゃくちゃおもろかったこの映画あ見た人いると思うすっごい すごいおすすめいきます音楽付きです今回はこちらザスーパーマリオブラザーズムービーですマリオです任天堂好きにはこれたまらんよ まあそんな私めちゃくちゃ好きとかじゃないねんけどやっぱりちっちゃい時誰もが通ってきた道やんかだからすっごいハマってこれめちゃくちゃ重かったよちなみにあのミニオンズを作ったさイルミネーションだっけっていう会社と任天堂が共同で作った映画でもうミニオンズのあのなんていうのカラフルで 映像がすごい綺麗な部分もありつつまあニンテンドニンテンド日本だよ日本が誇るとこでの映画のコンビネーションでえー、めちゃくちゃおもろかったこれあだからあんな話題になってたんやって思ったしもう本当にそのままゲームのあの世界がそのまま映画化されましたあうまくそんなふうにつなげれるんだ っていう風になった本当にワクワクが止まらない小さい子から任天堂やってきた世代にはどハマりな映画ですあユニバーサルかどうぞアマプラでこれは見れるこの映画は、まあらすじはニューヨークなんだよ舞台ニューヨークで排水管を営む排水管の会社を営む双子の兄弟のマリオとルイジーが謎の土管であれは緑のテルン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 みたいなあれで 迷い込んだのは魔法に満ちた場所それがビーチ場があったりとかの世界観で離れ離れになってしまった兄弟が絆の力で世界の危機に立ち向かう物語で重かったねあの「スーパーマリオブラザーズ」のさミニあのコースやってくやつがいろいろ出てきたり「マリカー」まで出てくるからね。 これめちゃくちゃゃくそうひなののキノピオのモノマネのシーンもちなみに流れましたしもうほんとにキャラの個性がすごい一人ずつの諦めないすごい正義感あふれるマリオにすごいビビりだけど信じるルイージですごい頼もしいピーチになんか湧くものやねんけど憎めないクッパ。 かわいすぎるベビーマリオとルイージとピーチも出てきてでいおしいドンキーコングも出てくるのよなんかあの KY 感 <laughs> KY 感も出てきてでもやっぱ個人的にはあのキノピオだねもうどのキャラも個性強すぎていろいろ出てくるよノコノコとかも出てくるしなんだっけカランコロンカランカランコロンみたいな骨のやつも出てきたりペンギン 出てきたりマリカーのコースであるペンギンたちも出てきたりあとねドンキーコングの主みたいなおじいちゃんなんかトップの人も出てきたりヨッシーも出てくるしでもクリボー出てこなかったな今思えばロケットとかも出てくるロケットかも出てくるしいやマジでニンテンドー好きな人にはたまらんし あのユニバーサルのユニバにある任天堂の世界がそのままって感じテレサさんも出てこなかったかなでもルイージーマンションを思い出す出させるシーンもあったりとかなんか全部が任天堂のあの世界につながっててめちゃくちゃおもろかったあカランカロンだカロンカロンが出てきた なんかしかも映像がやっぱイルミネーションだからすごい綺麗でアトラクションに乗ってるんじゃないかって思うくらい映像もすごいしいやありゃおもろかったです本当におすすめですこれ結構おすすめかもでね今回のおすすめ映画飯はキノコパスタですまあきのこといえばさマリオとかってき赤いキノコ食べたら大きくなったりとかさ ち青いキノコ食べたらちっちゃくなったりとかあるやんそれが再現されててでも実はマリオってキノコ嫌いいらしいよでもなぜパスタかっていうとマリオ一家がイタリア系の家系らしくて設定がねでまあイタリアンの料理が出てくんのよいろいろパスタとかいろんなのが出てくんねんけどパンとかね出てくんねんけどピザとかも出てきた。 出てくん,ねんけどその日はキノコパスタででマリオが食べれないよって言ってるシーンで「いいいいあなたマリオキノコ苦手なの?」みたいなえめっちゃおもろくないこれえちょっとさまで一番興奮して説明してるこんぐらいの熱量でいつも説明しろよって話をね以後気をつけますだしなんかそのイタリアン一家がしかまんまみーやとかさ言ったりすんのになんでアメリカのニューヨーク住んでんねんみたいな設定ね も,おもろいしニューヨークからどうやってあのマリオの世界観に行くのかっていうのもおもろいおもろくないあそうやってつなげるんだでそうやってつながるんだってなる最後もって話なんですよおもろいよねこれ <laughs> メキシコ人だと思ってたってでも確かにでもヨーロッパ系だよね多分そう水道屋さんでめっちゃくちゃおもろくてこの映画を なんか設定も凝っててしかも1時間半とかやから意外とサクッと見れるしもらうしかも個人的にイタリアン大好きなのでだから今回のコメントはみんなの好きなパスタの味を教えてください私はちなみに多分言ったことあると思うけどカルボナーラと明太子系が好きでもうクリーム系パスタが大好きなのペペロンチーノとかも好きだったけどクリーム系には勝たん クリーム系しか勝たんそうチーズとりあえずコメントで教えてねキャラクターはキノピオ推しだなコメンここにも書いてる読んでねまた書いてるんですけどでもクッパもね憎めないんだよな結局結局さ悪い人やねんけどめちゃくちゃ悪い子かって言ったらわかんない多分どっかで道を間違えちゃったんだよね正してくれる人がいなかったんだろうなって思った 私の考察えっ、ー、マリカーはねいつも私ピーチかベビーマリオとか使ってた気がするなんかでもまた続編でレイジーとかさまあそれこそヨッシーとか全然出てこなかったからヨッシーも出てきてほしいあワマリオとかもねめちゃくちゃおもろいしかも調べとってなんかおもろくていろいろ調べとったらさこの映画を作るまでに6年ぐらいなんか すごい考えたらしいよ考えたからすごい悩んで上がった実写化映画らしいでもこの「マリオ」を実写化しちゃったら今後ね「どうモりとかさなんか「友達コレクション」とかもできるんじゃないかって思っちゃう友達コレクションも理やるかなんか卵あち卵茶になってるかそんな風になっていったらおもろいよねただ「マリオ」はめちゃくちゃおもろかった なんか大興奮な映画飯投稿でしたってぐらい個人的にめっちゃナンバーワン映画でしたまだ今年始まって間もないけどいやピーチ可愛かったよえこれ見たくなったでしょこんぐらいの熱量でさちょっと説明するわこれからダメだねなんか本当に私がおすすめするのをおすすめしたい やっぱさランキングとか見てその時流行ってるのとかさ映画とかタイムリーに映画館行けたらそういうのを紹介してるねんけどでもやっぱ自分の趣味だけになるのも嫌じゃんいろいろ見たいからね今回やってみましたでもオリエント急行殺人事件もめっちゃおもろかったよこれはちょっと明日以降話す珍しいよねこんな熱量入ってるの。 アマプラの広告で流れてきたってのも強くよねえ見てみてほんとにこれてか流し見では見れないちなみになんかそれこそさサイン会のサイン書きながらやろうと思ったけどもうおもろくてさもう止めたもんねどっちも一回サイン書いてからやろうサイン終わったら見ようみたいなってぐないずっと釘付けで見てた映画ですアポアロカメント書いてねちょっと ツイッターあげるはちゃんと告知するね。ってな感じで、明日はビフェスに参加します、滋賀県。いつぶりに滋賀県行くかなってぐらい久しぶりに行く。お仕事では初じゃないってか。うしい。行ってきます。あの、 観覧無料なので入場料の100円だけかかるねんけどあのめ絶対来た方がいいよちなみに声出す準備してペンライトとうちわと低テ T シャツとか大きい声出す準備してねほんとにあ喉やばいけど頑張るやばくはないけど治すちゃんといやでもほんとにね私も言うて早起きめっちゃだからお互い寝坊せずにね いやこれ来た方がいいよだってフェスだからねちなみにあそうツニもね今度お邪魔しますボートレスあのそれも告知するね来週再来週かないや期待してなおっきな近くコールもしてね瀬戸利はて言うかそれは来ての楽しみや 14時ぐらいが本番かななのでそうみんな来てね遠くまででも絶対に来て損しない絶対来てよかったって思えるライブにするのであそっつにね今度お邪魔するんですよ三重県いっぱい連れてくでしょまだね連れてくとこあるからねまだ解禁されてへんけどあるので、まあ、ちょっと先にはなっちゃうんですけど嬉しい滋賀県お邪魔します関西だぜ みんなついてこいよ止まってる暇ないからなあっえっつうさあそうそう告知してないよねやるね待って待ってみんな知らないかまだいやトークイベントに2月17日にリカちゃんと青木リカちゃんとマヤと一緒に ボートレース2でトークイベントに参加させてもらうのでまた告知しますそうだよ最き始めるから言ったじゃんいろんなとこ連れて行くでしょって沖縄も連れて行ってやるから待っ,てる待ってろ待ってろ押し面信じて押し面しか見ずに熱くなってろ熊本も連れてやっていくから待っ,る待ってろ待ってろ気合いだけ十分 トークイベントは11時25分からツアーボートレース2月17日の参加しますまた告知するねごめんねしてなかったねいっぱいあるんだな告知するのがではちょっと明日の朝やいしゃい練習して寝るのでそろそろ終わりますみんなコメントしてねインスタ X もねリツイートしたものにもコメントしてね見てるからねちゃんとチェックしてるんだからありがとう見に来てくれて今日も今日マリンの誕生日だマリンおめでとう連絡した大好きなんだ 誰を誰をってなりま大好きなんだちょっとお祝いするかんだ誕生日プレゼントもねマリンがくれたポーチが今手元にないけど使ってて今度買いに行ってくるしかもそんなマリンと明日一緒で嬉しい明日も夜ですではまた明日来てくれる人は気をつけて来てね おやすみなさいみんなも早く寝るんだよバイバイ喉大事にしますあ三十受付の入金忘れずにねこのあとねすぐにねするんだよみんな分かった申し込んで終わりじゃないからね分かった返事 はいはいいいお返事ですそれなってあもうしてるって偉いはいはいはいチャリンじゃないですはい圧 <laughs> じゃないよあい よしおやすみありがとうございました。<laughs>